はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。ちょね、やっぱね、感覚をね、取り戻しつつやらないと、だいぶまずいね、このルール。とにかく、そう、やばいなって感じしかしてないんだけど、選出はね、割とサクッと決めれるね。まあ、受け駒、構築組むときに、その、誰を誰で、あ、待って、これ、バンギラスまた変えんの忘れてたよね。普通に、構築自体あんま悪くないかなと思ってたからさ、同じパーティーでまた潜っちゃった。これまあ、この試合バンギ多分投げないから大丈夫かな。ヒドブルルムドって投げるしかなくて、レジ歴が死ぬほど重いね。まあ、ブルルから入ってドヒドムドかな。エスバ受けにドヒド、ゴリランダ受けにムド、ウーラオス受けにブルル、ブリザポスはムド、レジ歴はまあ、ブルルで頑張る感じかな。本当はバンギかヤドキング欲しいけど、多分投げる余裕ないんだよな。なんか一個切ると多分そこですぐ死ぬから、これで行くしかないよ。初手エレキから来そう。あ、来たね。まあそれを見越してのブルル初手なんだけど。いやー、あとね、やっぱ近伝がいないから、そのヌオがいないって話は昨日したと思うんだけど、それを考えるとやっぱ地面タイプなんかちょっと、いやー、受け駒になるやついないんだよな。それが難しい。ね、交代読みでヤドリギ。多分シンプルに殴る方がいいな。大魔だけはちょっとやめてほしいけど。ああ、はいはいはい。これは殴って正解で。身代わりあんのか。いや、レジ力の身代わり結構強そうだけど。絶対上から張れるしな。技範囲の狭いさ、フェローチェみたいな感じだよ、こいつ。もうちょっと早くて。まあ、ボルチェンね。はい。どんぐらい入る？メガネじゃないから。ああ、オッケー。で、これで、ウッドホーンの回復とフィールドの回復で、まあちょっと回復できるから。タチフサグマ。いや、だったらヤドリギでよかったな。これ多分ゴリランダーはいないと思ってよくて。あ、オッケー、結構入るね。マジシャ撃たれてたらどうしてたんだ、お前。とりあえずこれで、ブルルは満タンまで持っていけるけど、ボルチェンでゲーム作られるのだけが鬱陶しいな。火炎玉、はい。はたき。いやー、ドヒドが今んと役割対象いないから、こいつ以外に。叩かれてもいいから投げとくか。で、エレキに毒毒させないから、まあ、次釣りに行きたいかな。から元気、はい。強くて。ネットを押してもって感じだよな。あー、まあ、でも無道経由してて。無道も多分役割対象いないから、それでもいいね。ちょ、エレキ焼いてほしいな。こうエレキ出てくるでしょ。あ、普通に突っ込んでくるんだ。挑発入れてからみたいな感じか。で、レジエレキじゃなくて、こいつの、から元気を、ブルルでもらうわけにはさすがにいかないよな。フィールド巻いたやつがいるせいでさ、こいつ回復しとるんだけど、どうしてくれんの、マジで。ここ、無道投げてプレス押しに行く？ゴリランダーいたとしても、無道ちょっと削れてるぐらいなら大丈夫でしょ。これ多分ラスト裏 S バカ。ブリダポスないと思うんだよな。無道行くか。ドヒドで打ち合ってても全然緑ないから。で、相手押してくる技空元気しかないから。ここ無道引きからでプレス通ってると思うんだよね。あー、はたきか。賢くて。まあ、だからプレスの一環、まあまあきつそうだけどね。ああ、プレス誰で食らってもきついでしょ、相手。エレキ出てくるならエレキここで一発削っとけるから。ああ、それはいいかな。これ、下がんの A と C でしょ？ B で殴ってるから関係ねえんだわ。いける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 。これ強いな。ああ、レジエレキ。いやー、鬱陶しい技持ってるけどね、スズリフなんて。
オッケー、エレキがっつり削れた。あー、まあブルル投げるしかないかな。ボルチェンだと思うけど。ブルルあとあんま僕使い慣れてない方だから。それが良くないのかもしんないけどね。サンダープリズン、はい。まあ、ブルルこれで定数食らっちゃうのうざいけど。ダイマ切った方がいいかな。ウーラオスいたとして多分ダイマ切るべきなんだよな。草原で一応良くて。相手がね、これ、ダイアタックとか考えると、サンダープリズン、ボルチェン、身代わりで、地面タイプにさすがに何もできなすぎるから、まあ、多分破壊光線あると思うんだけど、それを考えると、ボルチェンで引いてくるのはいいんだよね、別に。立ち塞ぐもあったらこう死ぬから、で、裏 S バーンだったら、ブルルとレジエレキで撃ちゃって死んでいいから、まあ、そのレジエレキさえ処理できればブルルいなくてもまあ大丈夫になるから、っていうルートを考えてるんだけど。とりあえずこれで、ああ、いけるね。オッケー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 。ブルルあれか。ダイマックスした時にちょっと強いのがいいのか。まあ、レジエレキだけ通させちゃダメだから、ブルルのヒットポイントうまく管理して、ラストザポスか。どうやって裏を展開するかなんだけど。ドヒド経由して切り巻いて。で、いいかな。無動多分これで直で行くと、剣舞ダイアイスきついと思うんだけど。あ、いける？待って待って待って。あれのイメージがあるわ。白バドレックスの。本体乗ってないから、馬だけだからね。ダイマ切ってる。まあこれダイマックスターンドヒドでからして。そうすると多分無動で詰めれるでしょ。なるべく一回跳ね押してヒットポイント満タンにして、で、こいつよりさすがに無動早いから、上から跳ねで次間に合うようになるでしょ。だからダイマックスを、でドヒドがもう役割対象いないっていうか、ほぼほぼいらない感じだから、まあ、適当に切っちゃえばいいんだよね。ナックル打ってくるかな。アースな気もするけどな。一回でも裏経由したいな。で、相手裏を繋げてきてないのか。な、無限ダイナがね、いた時はね、その、レジェルキも無限ダイナで見れてたから、な、その、いなくなって気づいたね。彼に、僕が救われてたことを。アースだったらまあ耐えるでしょ。ナックル考えるとキリだな。ネット運ゲーまだする必要ないし。あ、待って、上から動いて。いや、待った。ごめんごめんごめん。こいつそうだ。あー、まあこれはいい。これはまだいい。ただ、これのせいで次タクンなっちゃってないわ。上から再生できるから。大丈夫だったわ。剣舞したら再生でいいでしょ。剣舞にあ、まあ、どっちにしろいけるか。ちょっと余裕あるね。再生からで。まあでも多分勝ちパターンじゃない。レジエレキ、でももうダイマックス切れないこと考えると、ブルルで破壊光線打たせて、ドヒドにそこ引いて、ああ、ドヒド、無動とかに引けばいいか。そうです。まあ、ドヒドネットでもいけるかな。まあ、なんかそんな感じで、うにょうにょやりたいね。で、とりあえずこいつこれでチビになって。で、剣舞は見てから切りでいいから。遅いのもわかってるし。感覚を取り戻しつつあるわ。無限ダイナを失って、でも相手も一緒だからね、金でいないのは。逆に、僕たちはラッキーを採用しなくてもよかったから、
まあ、まあ、受け録であんま採用したくないポケモンではあったからな。やりたい放題されるんだよね、ラッキーの前で。つらら落とし、はい。無道読みとかかな。同速の線はさすがにないから、運ゲーするにしてもあれだと思うけど。まあ、地震かなんか10万馬力とか、メールターンだし、無道引きを、まあ、あれしつつみたいなノリがあるんだろうけど。これでネット運ゲーがこっち有利に作っていけるはずで、早めに焼いてほしいな、馬力。スチルまで持ってたね、こいつ。で、なるべくトーチ化押しちゃダメだから、まあ、再生かな。まあ、相手して無道引きがちらつくと思うけどな。ああ、はいはい。ここでエレキか。サンダープリズン一発耐えないかな。弾とかじゃないし。身代わり、まだ晴れるよね。いやー、あとね、ブルル、ウーラオス受けとしてね、両方のウーラオスに対応効くのが素晴らしすぎるんだけど、いかんせん相手が回復しちまうんだよな。それなんとかならねえかな。ボルチェーン。耐えるよね。オッケーオッケーオッケー。で、ね、いやー、ブルルでレジエレキと打っちゃうのかなり無理があるな。まだレジエレキ処理できてないから油断できなくて。まあでもあれか、破壊光線打たせちゃえば最後無動のプレス詰めれるから。無動引きに合わされたりするとまずくて。あ、とにかくあれだな。いやー、ブリザポスは削っておきたい。ここネット終わったね。身代わり押せなさそうだけど。まあ、どっちみち耐えないからな。まあ、ドヒド捨てて、無動着地してみたいな感じじゃない。トーチカ一回挟む理由ないでしょ。ネット連打でよくて。ああ、まあ、ドヒド切っていい。で、これでブルル着地して、待って、そうだよね、サンダープリズンでいいんだもんね、相手して。いやー、まあ、でも、まだ良かったと思う、これで。ね、宿り木じゃないかな。破壊光線打ってくれるんだったら、無動でプレスでエレキショって、そのまま詰めて勝ちだから。OK で。はいはい、ボルチェーン。これでまあ次の卓を制せば勝ちだけど。負けると負けるな。まあでも無動のヒットポイント満タンでなんとかいければいいんだけど、多分無理だよな。OK、ここの宿り木通んないとまず話になってなかったから。いやー、結局、電気タイプがマジできつい。どこまで行っても。で、ここブリザポス引く理由ないから。何押すかな、突っ込むとして。まだミスないからね。いやー、でも無動引き読むとこう、釣るんじゃないかな。つららで多分取れないし。ブルルの PP 増やしてなかったわ。一回守るでよくて、無動引きにレジエキ合わされるとその瞬間即負けなんだけど、それだけが負け筋かな。ただフィールドと、いやーさっ、つらら落としちゃったら引きたかったね、正直。で、ブリザポスはちょっと削って、最悪ブルル剣、いや、ここ積んないで、マジで。やめろやめろやめろ。つるなつるなつるな。ここつんないでほしい、マジ。オッケー。これ耐えるっしょ、さすがに。ああ。で、多分、宿り木とフィールドと羽とかでうまくやれるから、この動き通るんだったらこっち有利だと思うけど。フィールド。
あと2ターンか。多分ここ羽で安定でしょ ?1 回。まあ、10万馬力打ってるのは構わない。それだったらやっていけば、ブリザボス削れていくから。あ、オッケーオッケーオッケー。落としに1回これできたのでかい。いや、これ勝った、多分。武道どっちみち満タンになるよな、多分。これでプレスで、まあ、弱点保険あるにしても、詰めれるから、もらったと思うけどな。鉄壁打つのが安牌か?弱歩考えるとここ一回鉄壁か。なんか弱歩っぽいよな、動き。プレス打たせてさ、弱歩で切り返して、みたいな雰囲気があるんだけど。で、頑丈あるから、ここでレジ歴出てくるに釣られ、引かれてても、耐えてプレスして、で、鉄壁入ってる分、羽で、次、ブリザポスの上から回復して間に合うんだよね。いいね。感覚取り戻してきてるわ。でもこの電気タイプがめちゃくちゃきついっていう感覚が、久しぶりだな。まあ、サンダーはきつかったけど、地面タイプいても。誰がいても、サンダー結局きついからな。これでプレスかな。多分これで詰めれるんじゃないか。無道の頑丈残して突破狙いに行く方が良かった話。なさそう。多分これで、まあ、無道は死ぬんだけど。はいはいはい。多分、破壊構成あるかな。あっても耐えるんじゃない?耐え、さすがに耐えないか。ちょっと怪しいか。身代わりは多分張れないから、ここは守っていいはず。結局破壊光線なら1回しか打てないから、まあ、それが死ぬか死なないかでしょ。1回でも守ってヒットポイント確保した方がいい。多分あるんだよな、破壊光線。腫れる?腫れていて、腫れていて、いや、どっちみちでも一発で殺してくるはず破壊光線し、あー、いや、わかんない。耐えるかなぁ。まあ、サンダープリズン、サンダープリズンはさすがに耐えるから。あ、ないね、破壊光線。あ、待っ。これで次、あ、待った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 。普通にウッドホーン打つべきだった。やらかしたくさくね。ヒットポイントどっちが増えるかなぁ。身代わり壊したぐらいだから大して回復しないよなぁ。いやー、トータル的にマイナスになっちゃったな。ちょうど、もう時間も計ってないし、僕が悪いけどね。破壊光線避けてくんね。避けてくんね、マジで。ないだろ、これ。動き的に。あるようには見えないぞ、マジで。破壊光線が。ない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 。どう考えてもない。こんな。あるわけがない。ないねえ。ないねえ。あぶね。勝ったねえ。いやー、だから僕がブルル使うのが、お粗末すぎるわ。バンギはちょっと、ごめんなさい。また忘れてたね。まあいいや、GG。この調子、今シーズンきついな、だいぶ。